もよろしくお願いします。としのみやです。ではね、前回の続き、今回もステラリスやっていきます。で、前回ね、ちょっとだいぶ大きな敵が来て、まあ、大きな敵というか、1.7 ぐらいの戦力のね、艦隊に襲われたので、この子がだいぶ疲弊してしまってるんですね。なんで、この子を、まずは補給しなきゃいけない。艦隊補充ですね。できるだけここを補充しつつ、で、戦況としては、とりあえず、左側はここまで取ってます。ここまで取ってるんですけど、これ以上進もうとすると、下と上とあって、でも片方に行ってる間にもう一方から攻められちゃうと、ちょっとしんどいのがあるから、まあ、とりあえず上の方が落ち着くまで、ここは、一旦ここで待機させて、今回の戦争ではまあ目標としてるところまではこの辺までね、制圧できているから、あとはちょっと下の方は、来る敵来る敵倒していくだけの、防衛戦にしていこうかなというところですね。で、上の方を、またちょっと奥まで攻めれたらいいな、という感じでやっていきます。よし。まずね、また請求権も溜まってるんで、請求権取っていきましょう。さあ、どこを取る？とりあえずここは取らなきゃダメだね。この奥に一個だけ残られるのはしんどい。あれ、この辺コスト高いね。コストが高いなぁ。でもこの辺は結構もうここまで取っちゃえば大丈夫って感じだから、次の戦争でも一気に取れるね。よし。とりあえず今回は、これで、浮島をね、作らないようにだけね、しっかりと、請求権取っていきましょう。あ、この子はもう一度ここに攻め込ませるか。新しい戦力が来てたら、全力で逃げます。よし。進めていきましょう。どうなる？ここに敵がいるかどうかだね。よし、ちょっと待ってね。あ、効果作戦が完了したらしい。ちょっとモスコットの、ここは取りましたね。地上軍、なし。地上軍必要なんて他にどこかあるんだろう。この辺も、別に、取られてる場所はないでね。よし。国の情報、国の情報どっかから見れたな、そういえば。この辺だね。どれだ？わかんないわかんない、ちょっと待って。あ、これだ。ポテンシアン政府の外交ステータス。違うな。どこだっけ？あ、これだ。植民地が7個ある。7個で、多分7個の中に今取ったところも含まれてるんだよね。1個、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、あと1個どこにあるんだろう。わからん。なんだろう。この中に2つあるところがあるのか？僕自身がよくわかってないので、今ね、見てる人はもっとわかんないと思うけど、大丈夫、僕もわかってない。あ、ここが2つあるから7なんだね。ということで、多分、植民地は、今、取れてるとこだと全部、ちゃんと地上効果もできてるね。よし。いやー、よし。で、何をしようとしてたっけ？僕、もう一個やったら一個忘れるんだけど、あ、そう、ここだね。これだ、これ。攻めてるから、これもしこっち行って敵がいたら、接敵する前に逃げないといけない。ちょっと待ってね。ロシア政府に勝利した。
どういうこと？わかんないんだけど、待ってね。ちょっと待ってね。なんか、あったけど、どういうこと？戦争してたら、戦争に勝ってました。ちょっと待ってね。僕が追いついてない。どういうこと？これ。なんか相手が降伏した？降伏したかもしんない、相手。やば。最高の結果だ。どういうことですか？ちょっと待ってね。どうなった？僕戦争降伏させてくれって言われて、OK って言ったっけ？言った覚えがないんだけども。なんか、勝ってた。戦争に。あれ？争の疲弊がそんなに進んでたのかな？思ってたより、戦争の疲弊が進んでた？なんか、とりあえず、でも相手が滅びたわけでもなく、現状追認ですね。現状追認で、とりあえず占領してたところは占領、完了して、戦争が終わりました。どういうことですか？わかんないけど、戦争勝った。らしいです。ちょっと待って。もう追いついてないな。いろいろ追いついてないな、自分が。なんか、でも戦争に勝ちました。やったね。とりあえず、一回戦争終わって、ちょっと、次戦争できるのはいつだろう。宣戦布告が、次が10年後。10年後まで戦争ができないので、また次の10年で、ここの残りを潰すための、準備をしていきたいと思います。はい。ちょっと待って。でね、そうなんだ。へえ、なんか、戦争勝ってた。どういうことだ？わかんないけど、戦争勝ってましたね。とりあえず、突きかけてるアイテムを補充しておこう。よし。とりあえず、まあ、なんか戦争勝ちました。回一区切り。しましょうか。さっき動画切ってから、どれぐらい経ったっけ？一回目の動画、足りてる？いや、多分足りてないよね、ちょっと。ちょっと短すぎるから、今撮ったところの、まあ、前後処理だけ終わらして、この動画終わりにしようかな。いやー、びっくりですね。なんだそれ、ほんとに。よいしょ。とりあえず、発電区域を当てて、よし。何をしようか。とりあえず、ここは、どうでしょう？この子たちだね。とりあえず、この子たちみんな帰ってこようか。よし。ここが確か、あれがあるんだね。ブルーの住居地があるから、ここまで全員帰ろうか、一回。どうしよう。とりあえずこれいらない。これ解体します。よし。なんかだったね。よし。で、あ、ここも居住区があるのか。ここも来る居住区があるらしいから、とりあえずここに全員帰ります。よし。どうって本当にどうやるんだっけ？どう、あ、これだ。よし。よし。移動して。移動して。この子も。どうしようか。よし。
上から、センターにいる子も、よし。だいぶ下がっちゃうな、まあ。いや、ちょっと待ってね。これは、ここに、何がある？あ、ここダメか。じゃあ、やっぱり一気に下がろうか。ここも、フィジーズに下がります。今何をしてたかっていうと、とりあえず、艦隊はいるだけでお金を食うので、ブルー居住区っていう、この施設があるところだと、艦隊の維持費が 25% 減なんで、戦争に出た艦隊を、居住区がある場所にみんな移そうとしてます、今。よいしょ。こんな感じですね。よし。他に何か今すぐすることあるかな？あ、デブリか。デブリがこの辺にあるから。この子で、このデブリを調査してもらおう。よし。よし。では進めておきまーす。ちょっと待ってね。何？あ、なんか、戦争終わったとこなのにすぐに、領有権を主張してくるね。よし。まあ、とりあえず、あと、ここ繋げときたい。ここで、成形基地を建てよう。よし。成形基地、なんか、領地が繋がってないと、なんか、成形基地の、コストが上がるとかなかったって、あったような気がするから、繋げときます。違うかも。ちょっと勘違いかもしれない。でして、建設線で、ここの、資源を取りましょう。採掘ステーションを建設。エネルギー資源がね、掘らずに置いてあるんで、エネルギー資源は取っていきましょう。あとは何だろう。今やれることってこれくらいかな。じゃあ、今回はこんな感じで終わりにしようと思います。まあ、次の動画は、どこからスタートするかな。多分、この辺の今指示出したやつが終わって、ある程度また戦争の準備ができたら、次の動画行こうと思います。では、今回は、この動画はここまで。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。